ただいまより決勝戦を行います。令和4年全日本柔道選手権闘技を飾る一番決勝戦が始まります。影浦心選手と斉藤立選手の対戦、こちらが影浦心選手、本日の勝ち上がりは推薦選手影浦心、2回戦で小林雄介選手を内股有効、3回戦で川田修平選手を肩固め1本、準々決勝は小原健也選手を横潮固め1本、先ほど準決勝は小川雄生選手を指導3で破りました。こちら白を占めておりますのが斉藤立選手、こちらの勝ち上がりは前田和也選手を内股1本、3回戦は上田勝馬選手を指導3、準々決勝は石木勇樹選手を大外刈りと横潮固めの合わせ技1本、準決勝は原沢久義選手を指導3で破ってまいりました。組手は左相四つ。今月初旬に行われました全日本選抜体重別選手権大会の1回戦で当たりまして、斉藤選手が大外刈りと、横潮固め合わせ技一本で勝利しているカードです。まあ、影浦選手がどれだけその負けを生かせるかどうかでしょうね。はい、影浦選手がまず肩襟の背負い投げ、はい、このただ斉藤選手寝技が強烈なんですけど、やはりここまでさすがにここまで戦ってきて寝技寝技というスタミナ勝負ではないような今の見切り方でした。前回対戦では斉藤選手が釣り手でしっかり奥を持って手首を立てる完璧な組手から大外刈りで技ありを奪って抑え込みました。お互いに引き手を持っているところ、斉藤選手は袖、影浦選手は襟をついて相手の釣り手が振ってこないようにブロックしているという状態です。深く持ちましたね。持ちました、深く深く持ちましたね。大外刈り、そこで釣り手が抜けて肩襟を持つ形から戻します。引き手袖離さない、影浦選手が切って離れました。先ほどの準決勝の疲れがどうかというところでしょうね。斉藤選手は、はい、先ほど非常に長い時間を戦いました斉藤選手、原沢久義選手との激戦がありました。影浦選手が肩襟を持ったところ、また斉藤選手が引き手でそれを利用して袖を持って、あ、釣り手も上腕から持ち替えて横襟上げる、肘を下げる、あ、ちょっと嫌った。影浦選手やはり先日の戦いを受けて、ね、はい、しっかり対策してますね、はい、釣り手高い位置を持たせないように、はい、今のも持たせる瞬間に肩襟を強いました。おー、外刈り、肩襟の足車のような形になりました。思い切って技を出しています。ちょっとしかし疲労感ありますかね。ありますね。これだけのレベルを決勝まで勝ち上がると疲労も尋常ではない。まして斉藤選手は先ほど9分56秒の長い試合を戦ったばかり。で袖を持ちました斉藤選手、影浦選手も引き手で相手の腕の内側を持ってブロックしています。届かない、斉藤選手の釣り手が首まで届かない。そうですね、影浦選手ちょっと作れてきてるかな。はい、はい、斉藤選手の釣り手が上がらないように抑えてますね。はい、払いマックの斉藤選手がちょっとついてきました、うん、お互い一つの指導もないまま残り時間36秒まで来ました。ともに左組の相四つ、影浦先生やはり肩襟を多用します。両者、はい、うん、
影浦選手にまず取り組まない指導、あ、片側ですね、影浦選手の側に取り組まない指導が与えられまして指導差がつきました。残り10秒、本戦4分間が終了しました。影浦選手に指導1が与えられてますが、斉藤選手かなり息を荒げていますね。そうですね、引き手袖、影浦選手は片襟を持ってやはり釣り手をブロック。オーストガリ寄せてますね。はい、影浦選手が担ぎに行きたいですね、はい、影浦選手は体が回る位置を探しているような、ちょっと回るスペースがない。そうですね、片襟の攻め投げ、小内刈り、斉藤選手抱いたところを小内刈り、いい攻めが出ました ね、 いいですね。斉藤選手ちょっと疲れている、疲れてますね、疲れてますね、はい、踏ん張りどころですね、斉藤選手も。両襟、両襟、斉藤選手、両襟、小内刈り届かない、届かない、両襟はいい選択だと思うんですが、そうですね、両襟を持つことで力を直接伝えて、また背負い投げの回転をさせないという効果も出てきます、うん。手が袖、いいんじゃないですか、届きました、勝負に行きたい。大外刈り、ここは逆にチャンス、はい、ちょっと脇が空いていますが、影浦選手も寝技行きません、待て、少し斉藤選手技をかけた後、はい、潰れるのが若干早くなってきましたね。そうですね、かなりの疲労が見て取れます。体が大きいですから1回かけることの消耗も大きいわけですよ ね、 すね。引き手襟、寄る、背負い投げ効かない、ね、やはり両襟では回転ができない、うん、これは佐藤選手この形は良さそうですね。そうですね、両襟を持って力を伝えて背負い投げの回転も封じながら攻めたい斉藤選手ですが、もうかなりの消耗、影浦選手はちょっとスペースを作って片襟の背負い投げに飛び込みたい。影浦選手もちょっと警戒してますね、片襟、また片襟から、なるほど、片襟持って袖を持たせると斉藤選手両襟がないわけですね。影浦選手これは良いかもしれません。両襟、もう明らかに担いだ、あ、ちょっと釣り手を直そうとしたところに影浦選手の背負い投げが入っていきました。流れは影浦選手ですね今、はい、そうですね、影浦選手がちょっと登る道が見えてきた感じです。指導ですね、斉藤選手に指導、これで並びました。延長戦が2分半になったところ、手合わせから影浦選手やはり片襟ですか。そうですね、斉藤選手が両襟先に持った、大内刈り、内股を追った、横から落ちました、審は見送りました、ね、日本武道館大拍手、主力を尽くした戦いになっています。両襟持つとやはりチャンスですね。そうですね、あの影浦選手の片襟で見えるからといって袖を持ってるとちょっとはまってしまうような感じです、
ただ斉藤先生、先ほどからこの両襟に明確に定めているような印象です。やはり両襟ですね。両襟ですね。両襟ですね。この両襟では担ぎ技効かない。ちょっと襟のあたりをなかなか触らせないぞというような構えから、うん、やはり片襟、あ、持った、あ、乗らない、持った、持ちましたね。お腹が出てた、寄せる、大外刈り、今はいい、お腹が出てる、圧がかかる状態、力がかかっている。そうですね、これは指導も入る可能性もあるし、はい、それも見越してますかね。あ、潰れました。指導そうですね、はい、そうですね、こういう戦い方もできるんですね、はい、素晴らしいですね。極端な防御姿勢で影浦選手2つ目の指導、また分からなくなってきた、うん、流れ影浦選手に行きかけてたんですが戻しましたね、はい、流れを。やっぱ両襟に戦型を変えたのが効きましたね、はい。やはり影浦選手もこれだけプレッシャーかけられていると体力が…おー、外刈り行っています。斉藤選手すごいし、斉藤選手こんなに頑張れるんですね。かつてはものすごい実力の素質の一方、淡泊なところもあると言われてた斉藤選手ですが、執念、畳にかじりつくように延長戦を戦っています。ちょっとまだ片手状態、持った、あ、寄せてますね。持った入った、追えるんですね。160キロがこの力残ってるんですね。残ってる。また圧かけてますね。かかってます。そしてかかってます、圧が。で、場外も近い。おー、投げにいった、投げにいった。影浦選手返しましたが、斉藤選手が寄せる。これは大拍手です。日本武道館が揺れています。いい攻めですね。いい攻めですね。ここで影浦選手も行かないとですね、はい、もう一つ重なると可能性出てきますよね。そうですね、はい、まあ、十分分かってると思いますけど、はい、圧もかかり技も出ている斉藤選手、はい、ただ斉藤選手今大外刈り返されかかりましたから、そうですね、もう一度勇気を持って大きな技いけるかどうか、はい。そして影浦選手はもっか両襟で圧をかけられているこの状況、どんな手立てを持ち込むのか。やはり引き手襟です、明確です。小内刈り、背負い投げ、影浦選手も引かない。リセットですかね、リセットですかね。はい、すごい試合になってきました。いや、気持ちの戦いになってきましたね、はい、これだけ長引いてくると。まもなく総試合時間が10分を超えます、うん、背負い投げ、しかし回さない、両襟で回さない。ただ影浦選手の攻めで終わった展開が逆に2つ積み重なりました、ね、2つ取った、斉藤選手の展開の後に2つ影浦選手が展開を取った形になりました。次ですね、まあ、いいですね、影浦選手。ああ、脇がいい、大外刈り、引き手は襟です、斉藤選手。これ取る取るかな、これは
両手が離れてしまった、圧に耐えかねた、これは取りますかね、少ないところです、取らない、あ、取らない、取らない、取りませんでした、偽装攻撃を。全日本の決勝ですからね、はい、そうですね、投げに行った方がいいんでしょうね、はい、お互い投げで決まってほしい、ただ引き手が袖です、斉藤選手、あ、ですね、寄せましたね、今影浦選手自分の方にグッと、影浦選手も間合いが欲しい、コーチ狩り、巻き込み、片方が登ると片方がすぐに登り返してなかなか差がつかない、うん、手入り両襟持った持ちましたね、あ、外した、執念ですね、影浦選手この状態だと担ぎ技がいける可能性がある、いけた、いった、ああ、一歩たたらを踏みかけましたが斉藤選手踏みとどまった、ね、執念、いや、どちらが勝っても初優勝、いや、お互いきつい時間ですね、はい、延長戦8分を超えました、頑張れ、12分を超えたところちょっと手につかない、両者指導はやめてほしいですね、確かにこれで両者指導ビハインドなんですね、2と1なんだ、はい、そうですね、はい、持った深いところ、どうですか、打ちました、ここでこの大技が出る、この消耗の中でも大技が出る、まあ、まだでしょうね、これまだ続きますね、はい、あ、まだ続く、投げさせるんですかね、いや、斉藤選手は引き手袖ですが、襟に持ち替えた、持ち替えた、持ち替えた、深いところ、今日効いてる組手、うわ、すごい圧かけてる、圧がかかっています、どういくか、寄せる、大外刈り、いってる、まだ離さない、圧を解かない、肘を入れて、これは手首を立ててお腹が前に出れば無敵射程、足車、すごいすごい、まだ続く、まだ続く、潰れない、まだ圧がかかる、もう一発、影浦選手も下がるスペースがない、そうですね、大内刈り、影浦選手が出る、これは斉藤選手まだ前に出る、ちょっと影浦選手押し返す、ああ潰れた、これは取るかな、決着でしょうね、これは決着じゃないですかね、決着でしょうか、タイマーは GS 延長戦9分44秒となったところ、取らない、取らないんですか、取らない、取らない、取らないんですねいや全日本選手権じゃなければ取ったと思いますが、そうですね、斉藤選手ここで集中を切ってはいけない、そうですね、影浦選手は片襟、逆に言ったらお互い投げないと、巻き込み、影浦選手ここで技が出た、いや、ただ今のシーンで指導が来ないとなるとちょっとゴールが定めがたいですよね、そうですよね、投げるしかないですね、過酷な設定ですねそうですよね、あ、また持ちに行った、深く持った、おー、その狩りね、
初優勝。すごい、すごい、強かった。大拍手。この神大会じゃないかという全日本選手権、結末も素晴らしかった。投げで決まりました。斉藤選手の大外刈り、技あり。いや、いい試合だった。20歳斉藤達選手、全日本選手権初優勝。すごい、これは拍手ですね。この厳しい戦い、最後まで戦い切りました。拍手が鳴り止まない。いや素晴らしかった。今主審の手が斉藤選手の側に上がりました。全日本選手権に新たな歴史が刻まれました。斉藤達選手初優勝。こうフラッシュインタビューにすぐ行かなければいけないのがかわいそうなぐらいの消耗ですが、